ブラウン、ヘラクルス、モングラン、それにランゲ、田崎教授、それらをつなぐ、角。そして殺害現場近辺からは、謎の竜巻が。お兄さん、田崎教授のデータだけは保存させてもらう。君も余計な情報は消去する。まあ、頼り道して、お茶の水博士にも言われてたでしょ。早く帰りなさい。関係ないだろう。何を連れて行くの、子供扱いして。早く帰れって言っただろ、さっき。だって緊急事態じゃない。ねえ、事件なんでしょ。早く帰んなってば。いいじゃない、別に。もう帰って、事件でもしてるよ。何よ。ああ、すまない。ただ、アドル君、それにウラン、本当に人間みたいな。よく間違われるんだよ、最近。だろうね。私だって光学センサーだけじゃきっと見分けがつかない。さすが天馬博士、世界最高峰の科学者だ。私は天馬博士じゃない、お茶の水博士が作ったのよ。お茶の水博士だって一体センサー。ゲートを通さないと判別できないのに人間は言うけどさ、私すぐわかるよ。人間って複雑な顔してるもん。こんな二つ約束してくれ。必ず無事でいること。もちろんです。もう一つ、余計な情報は消去してる。わかりました。ルートさあ、デジタさんの個人メモリーを消去しなきゃ。デジタさん、あなたは。街は焼かれ、無数の民間人が命を落とした。残存するゲリラ勢力の騒動と、姿を消した国王ダリウス14世の捜索のために歩兵までもが投入されて地上戦が始まった。それから彼はあの戦争で戦ってなんていない、むしろ平和のための親善大使をしていたのがアドムだ。それをあの人は必ず捕まえる。私の兄ちゃんなのよ。そうだ、アトムはたった一人だ。だから私には無理だ。アトムを生き返らせることはできない。どうしてお兄ちゃんのメモリーチップをドイツに送ったりしたの。それは諦めたんだ。博士はもう諦めちゃったんだ。それは違う、アトムじゃない。私のパーツは使えないの。ねえ、私を分解して。ゆるかに生きちゃめなさいんだ。そんなことは完璧だった。完璧なロボットだ。だからこそ